今日は小池百合子都知事宛てですので、よろしく知事にお任せいただければと思います。よろしくお願いします。ご要望を明けたらしていただきます。最近の世論調査でも約6割近くが東京五輪 の、 中止を求めてます。今回の、署名というのはそういう、世論を反映した署名になっているんじゃないかと思います。中止をするかどうかの権限は IOC の方にあるわけですけど、東京都は主催都市でもありますので IOC に中止を働きかけるべきだというような、趣旨 の、 要請をいたしました。大災害において、中止をもし日本政府とか東京都や組織委員会が求めるのであればIOC も応じざるを得なくなるんじゃないかと。でその時に賠償金を、請求するようなことに IOC が出たら世界中から袋叩きになってIOC は崩壊してしまうんじゃないかと思います。私も署名をしたんですけども意見を届けることができて嬉しく思っています。当然反対の意見が世の中も多いのでそういった署名が出てくるのはある意味当たり前の話だと思います。で今日本国民の中であんまり納得感がないのはその開催ありきになっちゃってるようなイメージが強くて本当に今中止をした方がいいのかどうかっていう政府内では議論してるんだと思うんだけどそれが全くなんていうかな伝わってこないというか